10月16日、山東省の延滞市、異界市、異邦市などの地域が、表に見舞われました。完熟したリンゴが広範囲にわたって、被害を受け、果樹農家に深刻な被害が出ています。現地メディアの報道によると、10月16日正午、延滞市、異界市、異邦市などの地域が、黒雲に覆われ、激しい雷雨に見舞われました。 その後気温が急激に下がり突風に伴って氷が降りました今はちょうどリンゴ狩りの季節でこれから収穫する予定のリンゴがまだ果樹にぶら下がっている状態でしたネットユーザーが投稿した動画からはエンタイシの果樹園で果樹農家がリンゴを収穫している最中に氷が降ってきたことがわかりました 突然の氷で多くの熟したリンゴが損傷を受け、カジ農家は大きな損失を被ったといいます。